んにちは、ゆうこです。こんにちは、ちいまです。はい、教えて、まるまるコーチ、イエーイ。はい、ということで今日は、はい、フォアの、はいはい、ドライブ、ドライブ、はい、を教えてほしいということで、はい、はい、結構こう周りの人に、うん、フォアが大振りだって言われるっていう。ああ、ありますね、最初はありますね、はい、はい、自分ではちょっとよくわかんないけど、なんかめっちゃ大振りだって言われるので、はいはい、なんか直したいんですってお悩みです。なるほど、はい、コンパクトに打った方がやっぱいいですよね。そうですね、はい、次の準備もできるし、はい、意外にコンパクトの方が飛んだりしますね。あ、なるほど、いい球打てたりする。そう、いい球打ったりする。はい、はい、じゃあ皆さんぜひジーマコーチ教えてもらいましょう。はい、今日はやっていきます。はい、よろしくお願いします。なんかどういうことを意識してるんですか？そうですね、まあ、手元を取っていただいた通り、はい、大事です。なるほど、はい、で、まあ、ポイントなんですけど、はい、まあ、一つ、最も大事なポイントがその手元関係で、はいはい、もう一つは、まあ、おまけです。なるほど。なので本当ワンポイント集中で、ワンポイント集中してください、はい、皆さん、はい、いきますね、大事なことですよ、はい、こう構えます、はい、まあ、こことか横と構える方もいると思うんですけど、はい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 、まあ、そこは一旦無視でいきたいです、うん、はい、構えて打つときに、球を打つよりも前にグッて握り込んじゃってる人、はい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 、そういう人、ここカチカチなんで手で振っちゃいます。確かに、握り込んでる人は、なるほど、はいはいはい、はい、なので緩めます、緩めます、はい、そしてこの握り込みで打ちます。おお、はい、はい、皆さんラケットをじゃあ用意してください。はい、はい、やってください。はい、出ましたね、できましたね、はい、はい、まずここら辺、指、はいはい、親指と人差し指ぐらいでラケットを軽く握ってください。はい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 、で、そうするとここら辺ですね、ここにすごい空間ができてると思います。はい、できてますね、ここ皆さんもできてますね、はい、できてますね、はい、この空間を握りつぶす。なるほど、わかりやすい、はい、そうするとラケットが前にこうやって動きます。本当だ、ちょっとだけ、本当だ、はい、で、この力でシャトルを打ちます。なるほど、はい、なので今までは多分握りつぶしちゃってるから空間がなくて腕でこうやって振るんですけど、はい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 、この空間を作っといて、はい、この空間を握りつぶす。なるほど、はい、そうするとこうグッと握る力も一緒に入るので、はい、これだけで聞こえるかな、ラケットのスイング音が。本当にそんなに振ってないのに、はい、落とします。聞こえるかな、聞こえるかな、はい、後で聞こえさせておきます。はい、こんな感じで音が聞こえるぐらいのスイングの音は、はい、スピードは出るので、はいはいはい、基本的にはこの力だけで、ある程度の球のパワーは出ます。なるほど、はい、なので本当に楽に握って、まあ、小指の方でこうやって握ってもらって、はい、上の指をくって握り込むでもいいんですけど、まずはここを脱力して楽に握ってもらう、はい、これを握りつぶす、はい、こういう力み方で球を打ってほしいかなと。なるほど、思います。それだけでも練習できそうですね、はい、なんか打たないでもまず。そうですね、ね、グリップの、はい、なんかこうやって楽に握ってる時にこう、はい、こうやって、はい、ね、はい、そうですね、はい、これはおまけですから、はい、いきます。僕なりなんですけど、はい、球が来ます、はい、直接この一番いいところ、はい、で打ちに行くと、はい、まあ、こういう感じになる、うん、はい、押す感じになりますよね、押し込む感じになるので、はい、ラケットがこうあんま加速しないって言ったらあれですけど、 はい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 、あんまりこうちょっともうちょっとパワー出せるんじゃないかなっていう感じ、うん、で僕としては根元、うん、でシャトルをまず打ちに行きます、はい、でこういった後に握り込むと
なるほど、まっすぐ。はい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 。パンみたいな感じですね。じゃあ、はい、上手い人がちょっとなんか弾いてるみたいな感じで、あ、まあそうですね、打ってるように見える。はい、ちょっとそんなイメージかな、イメージですかね、はい、こうパンパンと、はい、なのでまあ直接こう一番いい場所でこうやって直で当てに行くんじゃなくて、はいはい、ちょっと根元ぐらいから当てに行って握り込んでラケットを前に倒す、はい、おお、はい、なんか本当コンパクトに強い球が打てそうです。そうですね、はい、まあ、なのでこの分の加速を使ってあげるっていうのはちょっとしたおまけです、はい、なるほど、はい、なのでまあ一発目のあのポイントだけまず意識すれば、はい、結構コンパクトに強い球打てると思うんで、はいはいはい、まずはそこを意識して了解しました、はい、みたい人は僕なりの今のやつを、はい、はい、やってみてください。わかりました、はい、いやじゃあこれでフォアドライブ皆さん上手くなってください。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。